わさび。わさび。わさびは、アブラナカワサビ属の植物。日本原産。食用。強い刺激性のある香味を持つ。本種の学名は、わさびやヤポニカ、ミック、モツム、とされることが多いが、現在では、わさびや、属は、独立した属とはみなされていないので、ユトリーマ・ジャポニカム、ミック、コズ、が正しい学名である。918年の、 本蔵和妙で、わさびの和名を、和ずさひと記している。同じく平安時代の和名類受賞にも、和ずさひと記されている。わさびの名がつく禁煙な植物、特に西洋わさびと区別するため本わさびと呼ぶことがある。地下茎をすりおろしたすりわさびのことをわさびと呼ぶこともある。寿司屋の不調に涙、サビがある。 寿司や刺身の世界的な普及に伴って、英語、フランス語、台湾語、関東語、韓国語などでそのまま、わさびという発音で借用されている。深山遊国の精烈な渓流に沿い自生していたものが、その利便から人里近辺の清流栽培へと根分けされて広がり、食文化の国内需要とともに農業生産されるに至る。日本の主要な産地は、 静岡県、長野県、東京都、奥多摩、島根県、山梨県、岩手県、奈良県等である。中でも、ひきみわさび、島根県増田市、あずみのわさび、長野県あずみの市、うとうぎわさび、静岡市は、日本三大わさびと呼ばれる。他、台湾南部、ニュージーランド、中国雲南省などでも栽培されている。また、わさびの産地である、伊豆市やあずの市では、 死の花に指定されている。栽培の方法は大別すると、渓流や湧水で育てる水わさび、谷わさび、沢わさびと、畑で育てる畑わさび、陸わさびがある。水わさびは、わさび田で栽培し、その根茎、根と茎の間の芋の部分は、生殖用として利用される。このわさび田は、渓流式、自宅式、平地式、畳石式の四つの様式に分かれる。 水わさびの生育には、豊富で綺麗な水温級摂氏16度の水と、砂地などの透水性が良い土壌が必要で、強い日光を嫌う。粘土質土壌や不要土質を嫌うため肥料等は、必要なく、育成の手間も、ほとんどいらないが、大量の綺麗な水のある場所に生育が限定される、ため、幸いの難しい農作物としても知られる。なお、経験的に、 摂氏に10度3時間以上で根の腐敗が始まるとされる。一方、山間の沢や水路を利用して小規模に栽培されることもある。種類は赤系種と緑系種の2種類がある。静岡県で盛んに栽培される新妻種、島根県の在来種は赤系系とされる。キャベツと同じ油中の植物であるため、時としてスジグやモンシロチョウの幼虫。 青虫に葉を食害される。また、根茎部分は、横エビによる食害が報告されている。畑わさびは直接水を利用しないで、保育から収穫までを畑で行うもので、水わさびに比べ品質は、落ちるが温度と、湿度管理が整えば、どこでも栽培することが可能である。しかし、株分けによる栽培を続けると数年で、耐化現象と呼ばれるウイルス感染に伴う、 成長障害や不燃、白サビ病、うどんこ病が生じ衰退する。この耐火現象を回避するため、成長培養、成長転培養によるウイルスフリー苗、エリクロン苗の生産技術が1990年代には確立され、栽培農家に供給されている。栽培では、日射を避けるため、日よけを施した、紅葉樹林や、新葉樹林の湿り気の多い場所が多く利用される。 ハウス栽培も行われる。2000年代になり人工抗原を使用した栽培実験も行われている。わさびの上品な味と香り、辛味、苦味、甘味について国内の交通が急激に変化した明治から大正時代にかけて研究されており、日本国内の主要産地ごとに微妙な違いが認められる。多くの栽培品種があるが、マズマ、ダルマ、 島根3号が三大品種と言われ、その他の品種はこれらが育種母体として利用されていることが DNA 鑑定の結果判明した。これらと野生在来種を交配選抜し、栽培効率、大病性、食味、保存性などを向上させた改良品種が数多く存在している。わさびの辛味成分は唐辛子の辛味成分であるカプサイシンとは辛味成分が 全く異なる物質でカラシナなど、油中の植物が多く含む、カラシウハイトータイ、クルコシノレートの一種のシニグリンが、すりおろされる過程で酸素に触れ、細胞にある酵素と反応することにより生成される、アリルイソチオシアネート、6メチルイソヘキシルイソチオシアナート、7メチルチオヘプチルイソチオシアナート、8メチルチオクチルイソチオシアナートなどであり、抗菌効果もあるとされる。なお、 成分は、品種、栽培条件、収穫時期で変化する。また、胃がん細胞増殖抑制成分が含まれているとする、研究もある。わさびスルフィニル、わさびサルファイニルは、国産の本わさびから、わさび特有の辛味を除いた抽出した、成分6メチルスルフィニルヘキシル類ソチオシアネート、6メサルサルファイニルヘクシル類ソチオシアネート、6ムシトックを指す。また、 様々な研究がされており、例えば名古屋市立大学院医学研究科は神経細胞の再生を促し記憶力や学習能力を改善させることを発見したと報道された。1日に 12.5g を食べれば脳だけでなく全身で細胞の再生が促進され認知症予防以外にも血管拡張や骨密度強化など多彩な効果があるとされる。また、 中部大応用生物学の研究チームは、わさびの辛味成分、アリルイソチアシアネートが酸化ストレスを防ぐ、体内酵素を活性化させ、人の老化や疾病を防ぐ、一定の効果の他に、高アレルギー作用あると発表し報道された。地下茎をすりおろしたものは、日本料理の薬味として寿司、刺身、茶漬け、蕎麦、うなぎの白焼きなどに添えられる。 洋食のローストビーフやスパゲッティに使われることもある。また西洋料理、特に日本料理に影響を受けた近代フランス料理でソースなどに使用されることがある。殺菌効果を持つため生物と一緒に食べると良いと信じられている。すりおろす道具としては酸素と触れなければ辛みが出てこないため細胞を細かく麻酔できるサメの皮で作られたおろし器が良いとされている。 また、俗にわさびは金毛を嫌うので、金おろしを使わないという。ただし、現実には、そのことによって料理店のよし悪しがつけられてしまうことも、あるものの、催木の金おろしを使っている、和食店、寿司店も多い。わさびの風味、特に辛味は揮発性のものが多いため、すりおろして、あまり時間を置くと風味を失ってしまうが、すって、すぐのものも味に、 角があり一般には使われない。四角形とおろし器を教師自分でするシステムを取る店もあるが、あくまでおろしたてという、風情を味わうためである。また、わさびを醤油で溶いたりしても、ほとんどが醤油に含まれるメチオノールで消臭されるため、風味を弱く感じるようになる。作家、池波正太郎は著書、男の作法の中で、刺身の上にわさびをちっと乗せて、それにお醤油を、 ちょっとつけて食べればいいんだ。そうしないとわさびの香りが抜けちゃう。醤油も濁って新鮮でなくなるしねと述べている。一方、北大子路三人は著書の中で醤油の中にわさびを入れてしまっては辛みはなくなる。しかし、醤油の味が良くなると記述している。わさびの鼻につんとくる独特の刺激的な辛さは一般的に子供には好まれない。そのため、 寿司などにわさびを入れないものを、サビ抜きといい、子供やわさびが苦手な人のために作られる。また、逆に鉄火巻きの要領で、わさびだけを巻いた寿司として、わさび巻き、涙巻きがある。刻んだ、地下圏を酒かすに混ぜて漬け込んだかす漬けの一種の、わさび漬けは、酒のつまみや、米飯の副菜となり、静岡県の名物となっている。島根県の山間部には、 わさびの風味を生かした汁かけご飯の一種、うずめ飯がある。葉や茎や花を軽く湯通しし、密閉した容器にしばらく保管しておくと、わさびの辛い風味をおひたしで味わうことができる。同様に、葉や茎を醤油と一緒に瓶に詰めた醤油漬けもある。保存が効き、茶受けや付け合わせ、酒のつまみなどとして利用される。わさびの葉の醤油漬けは巻き寿司にされることもある。花や葉は、 天ぷらとすることもある。島根県西部、高津川流域と山口県東部では、新芽の部分を、その独特の食感から、カニがと称し、高級食材として活用している。早茎は、成分、エキスを抽出したり、すりおろしてネギワサビやスナック菓子などの風味付けの原料として用いられる。ワサビ風味の食品には、霊花、ソフトクリームやアイスクリーム、ベーガ、 せんべいやあられもある。ただし、わさびの辛味成分は数分で揮発してしまうため、添加物を加えて、それを抑止する等の工夫をしている。食用外でも、アリルイソチオシアネートの殺菌作用や、植物の老化を早めるエチレンガスの発生を抑制する作用を利用して、食品、野菜用の抗菌、消臭、鮮度保持剤として冷蔵庫などで使用する品もある。 伝統用の防腐剤や米の防虫剤としても利用されている。わさびに似た辛味がある植物にわさびの名が付いていることがある。ただし、必ずしもわさびと禁煙ではない。缶入りの粉わさびやチューブ入りあるいはパック入り、主に刺身用の練りわさびが市販され、一般家庭ではこちらが広く用いられる。原料には西洋わさびが使用されていることが多いが、 わさびの入ったものもある。中ブ入りわさびにおいては、植物油、食塩、糖分、増粘剤等を添加しているものもある。品名、名称はいずれも、加工わさびであるが、日本加工わさび協会の基準においては、原料わさびのうち本、わさびを50%未満使用している場合は、本わさび入り50、50%以上使用している場合は、本わさび使用を表記して良いとしいる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。